西田とうんこの共通点をあげよう。なんだよおい、なんださあ、うんこチャンネルやられてたりとか、やってるよ。まあ、人からね、うんこうんこ言われること多いと思うんですけど、そんなことねえよ。本当にうんこかなって言われてねえよ。そこまで言われるゆえんは何なんだろうなっていうのが結構疑問に思いまして、あ、意外と共通点があるのかもしれないなということで、今日はそれを挙げていきたいと思います。そう思った時点でもう侮辱だよ。やっぱ言われること多いですか？ねえよ、あんまりねえよ。お前だけで言ってんの。うんこ芸人とか言われてねえよ。うんこうとか言われてねえよ。ちゃんと働けうんことかやっぱ言われますか？言われてないっつってんだろ。だからでもうんこだなと思うことありますか？ないよ、お前人だよ。俺は割とうんこ寄りだな。大きくこの分けた時に何、自分はうんこだなっていう。そのいやいや、なんだよそのイエスのおろ質問。すごく大きく分けた時にね。それな、何が分岐するの？どちらか、いや人とうんこだとこう大きく分けた時に、うん、人に決まってんだろ。思うわけねえだろ俺がうんこだと。そうか、でもなんか聞くは聞くというか、聞くは聞くって何？そんな幼稚な悪口もう誰も言わない。でもうんこチャンネルって言ってるんで、まあまあうんこチャンネルはやってるけど、まあ、自分のことうんこのチャンネルとは思ってると思うんでね。じゃあそんなことはないよ。上げてみようと思います。まずなんだろうな、うんこ、俺とうんこの共通点を探すってこと？どうですかその自分とうんこの共通点なんだと思います？ねえよお前、ねえよ。あ、なんか一個でもないよ。どうですか一個あげるとするなら。一個、いやないっつってんじゃない？ご自身の臭いだろ。だとしたら臭い、はいはいはい、あ、確かにその匂い的な。まあまあまあ、あえてあげるとしたらな、うんこほどは臭くないよ。でも共通項としては臭い。いや、一番その一番譲歩して出るのが臭いね。わかった、じゃあ一個目臭い。意外ですね、臭い。取るなよお前、その採用すんな俺の。あとなんだ、うんこほど臭くないからと、うんうん、このサイズのうんこが横にいたらお前もう腹潰れてるぞ。臭い。うんこと西田の共通点はまず、うん、臭いでいいんですか？臭いです。そんなには臭くないよ。ご自身が提出されたもの、うんこほどは臭くないけどね。他に何かあります？なんで俺に聞くんだ？てめえで出せよ。何かあります？てめえが出せよ。いやちょっと自分から言うとなんか見え方あれかなと思って。お前こんなことやっといて見え方気にすんなよ。最初西田さんご自身で出していただいた方がこう、うん、見えないよもう臭い以外は。臭いだけだよ。あとはなんかねえよ。たまに赤い、たまに赤いって言われて。何たまに赤い？たまに赤くなる。俺がたまに赤い時あるか？そのさ、お酒とか。ああ、まあお酒とかね。こう、すごい走って現場来られた時とかのちょっと。たまにうんこ赤くなるの？たまに赤いっていう。たまに赤いっていうのもありますよね。臭い！たまに赤い。うん、たまに赤い。調子いい時と悪い時がある。ああ、うんこと。うん。それはちょっと今日調子いいなとか。俺の調子とうんこの調子は全然別の。調子悪いなあれでしょ、だっていう時がある。俺がその体調悪い時とかとうんこの体調悪い時全然違うじゃん。うん、うん、ブパッっていううんこと俺が熱っぽいの全然違うじゃん。あとやっぱコロコロしてるっていう。何コロコロしてる。うさぎのうんちのこと？なんかその日によってコロコロしてる時、うん、あ、まあまあ、今日なんか悪いコロっとしてるねっていう、ちっちゃいのが多い時ね、時もあるからね。コロコロしてる。いや俺のコロコロとうんこのコロコロだいぶ違うだろ。あとなんだろうな、あれかな、何だからその匂いで言うと臭いって言ってたけど、その日によって匂いも変わるっていう。その日によってを入れ出したらもう何だってそうだろお前。日によって匂い変わる。うんちもそう。今日臭っ日によっては入れたらもう何だってありになってくる。今日なんかちょっと濃ゆいなみたいなとか。いやあるけど。あ、なんか今日そうでもないの。まあ、わかるけどね。みたいなね。だから臭いとか匂いが変わるとか。だからコロコロしてる。たまに赤い。調子いい時と悪い時がある。結構ありますよ。なんだたまに赤い。今何個ですか？ 4 個ぐらいですか？上がったの。5個。5個上がった。じゃあ俺だけじゃないだろたまに赤いのが当てはまるのは。あとやっぱこう。出す側はやっぱ痛い思いするっていうのがあるよね。西田もうんこもやっぱこう出す側。何？俺の出す側って何？産む側というか。母親がってこと？そうそうそう、やっぱ出す時痛い思いをしたことがあるっていうところでは。じゃあさ、うんこもそんな痛くないだろ毎回は。とかね。あとやっぱその出ていくとスッキリするとかもね。なんだお前その焦点スタイルっていうの。
出ていくとスッキリする、部屋も商店スタイルでお前攻めてくんないけど、出ていくとスッキリするとかかな。うん、あとなんだろうな、ないよもう。水に流せないこともあるという。なんだよそれ。水に流せない時がある。どういうこと。これをうんことにした、うんことにしだとかけましてっていう。なんでその商店の自己紹介の時みたいな。うんことかけましてに西田と解きます。うんこは大体水に流せるだろ。整いましたっつって、ほぼ水に流せるだろ。水に流せない時が、いや、じゃーってやった時にこうちょっとだけこういるやついるし、まあ、あるけど、バーって流れててこう手つけない結果流すだろ。でもいや、でも2回目の水流で流せるの。頑丈なやついない、たまに。なんかさ、わかるけどな。ピチョってついててさ、で、バーって水流して、ちょっと薄れたな、みたいな。思うんだけど、もう一回流してもさ、これぐらいでまだいってくるみたい。なんでお前、まだいる、自分の顔でうんこやってるんだよ。こびりついたうんこ。ちょっと最初、これぐらいでこびりついてて、ダイって流して、じゃーんちょっと恐怖を覚えてる顔くらいは、まだいるじゃんこいつ。で2回目以降もまだこの感じで、確かにね、こっからもう全然微動だし、わかるけど顔でやんなよお前、うんこのこびりつき具合しつこいっていうのもあるかしら。俺しつこくないだろう。あと何でしょうかね。あとは偉い人はあんまりその話をしないっていう。何それ。偉い人ほどやっぱそういう話をしない。西田の話をしない。うんこの話もしない。いや、してるよお前裏では。偉い人ってうんこの話してるよ。いや、あんまりしてるイメージないんで、やっぱ偉い人。なんで偉い人って。うん、偉い人があんまり話してるイメージないので、だそこも一緒か。ああ、なるほどね。あと、あ、褒められることが少ないっていう。いや、うんこと確かにな。うんこも褒められることあるって。うん、でも少ないんだよね。うんこよりは褒められてるよじゃん。うんこよりはね。うん、でもなんかこう、こう いろいろいじられる側じゃん。まあ、でうんこもそうというか。なるほどな。うん、そう、ね、たまに熱烈に好きな人がいるってこと。ああ、いいね。あ、めちゃくちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいよ。食粉化いるでしょって。いるいる、レアケースのね。レアケースの、たまに好きな人がいる。最悪の動画だよ。たまに熱烈に好きという人がいる。最悪の動画。いいね。やっぱ食事中に見たくないとかもいいかも。なんで俺食事中に見たくねえんだよ。もう一緒か。うんこの擬人化すぎるだろう。だとしたら人だぞこっち。食事中はあんま見たくない。これ私だけなんですかね。お前だけじゃねえのさすがに。そんなひどいこと思うやついないよ。あとはなんだろう、ケツ拭いてもらうっていうのは一緒か。それはケツじゃんお前。ケツ拭いてもらう。うんこじゃないじゃんそれ。ケツ拭いてもらいがち。違う、それはうんこじゃない、ケツのあるあるだろ、肛門の。じゃあ、うんこがケツ拭いてもらいがちだから。いい、それケツじゃんだって。拭いてもらうっていう部分が一緒だから。ケツ拭くでしょ。ケツ拭いてもらうわけじゃん。ケツは拭くけど。うんこ側も別に自分からすみません、あれしたって行かないから、こう。こびりついてるのを拭いてもらって、うん、ってことだから。なるほどね。そういった意味では、一緒か。いい、じゃあいいよ。あれそうかなって思ったら違うとか。なんだよ。あ、これうんこかなと思った。プス、あー、へかとか。その状態の俺ってなんだよ、じゃあ。街で、あ、西田じゃないわ。西田みたいな人だ。じゃあ、それは誰にでも当てはまるんじゃねえかな。それも共通点だよね。じゃあ、あんた、街で結構西田かもって人多いのよ。街であんたっぽい人見たら、あ、違うわって時もあるよ。でも西田のがそれ多いんですよ。これめっちゃ西田かも、みたいな。でも、うんこもそう。うんこも、あ、すっごいうんこだ今日、もううんこですって言って座って、ブッって言って、へだー。リアルな音出すな、そんな。ブッっていう時がある。うますぎるわ、お前。タイミング間違えちゃうとかかな。なんだよ、それ。うん。
タイミング間違えちゃう。今じゃない、今じゃないっていう、うんこの時と。西田、今じゃない、西田、今じゃない。平場のね。なるほど。西田、今、今出ちゃダメ、今。ミスってる時の俺。かかってる時の西田。かかってる時のうんこ。誰かかってる時なんだよ、うんこにかかるとかかからないとかねえだろ。かかってる時のうんこと西田。冷静なうんこと興奮状態のうんこがいない。今日うんこかかってんなっていう。なんだよ、うんこがかかってる状態。平場でうんこかかっちゃってんじゃんっていう。うんこがかかってるはこうだよ。チューブからこう、こうだよ、お前。汚い汚いですなんか。うんこも俺も。汚い。違う違う、汚くない別に。言わないようにしてましたけど、じゃあ今の出すならもう。汚い。うんこがかかってるはもうこうだから。うわぁ、汚いな。それがもうこうだから。しつこい。ほら、しつこいでしょなんか。こうだよ、しつこい。なんか、残りがとかしつこいじゃん。この皿の端にこう取ってこうだよ。なんか、歯切れが悪いよね、その。できらない、例えもね。うんこも、どうだこれ終わったかみたいな。あ、まだコロンコロン出る。一緒だな。どこが一緒だ、みんな。今、今めっちゃうんこでしたよ、ちなみに。何がだよ。なんか、こう、やらなくていいのずっと続けて、例え、うんこ汚い、例え。これめっちゃうんこでしたよ。どこがうんこなんだよ。まだ出んのかいっていう時のうんこです。いい、そんなことないって。みんなこうなるし。ゆるい時があるよね。なんだよ、それ。俺の何がゆるい時だ。ゆるいモードだなって、こう、もう、YouTube だったらもう、みたいな。ゆるいな。うんことやっぱ西田、ゆるい時ある。みんなあるって。え？ゆるい時。あとやっぱ硬くなっちゃう時もある。現場によってはね。なるほどね。緊張する時もあるし、ね。硬くなっちゃう時あるじゃん。あ、それみんなそうじゃない？そう、全人類に当てはまるの やめようよ。共通点。人間硬くなっちゃう時もあるじゃん。いや、西田とうんこの共通点今出してるんで。みんなそうなんだから、俺特別じゃないよ、それ。俺が特別硬くなっちゃうわけじゃないんだから。あと結構有名っていうのも。おい、うんこの知名度と考えたら俺なんて全然無名だよ。うんこの知名度半端ねえぞ、お前。結構有名っていう。全員一日一回すんだよ、お前。人種に関わらず。あとあんまテレビにはそこまで出てないから。うんこよりは出てる。でもネットとかでは割と見ますね。違う、うんこよりはテレビ出てるって。あとラジオでは聞く。うん。そんなにうんこの話しないよ、ラジオで。なんか、テレビでは見ない。うん。でもラジオでは聞くな。すごい。うんこの話、そんなラジオでしてないだろ。西田と共通点ですよね。チンコとかの方がしてるって。テレビよりはそんなだけ、ラジオすごい出てる。いや、うんこよりはテレビ出てるし、うんこもそんなラジオ出てないし。俺ほどそんなにみんなうんこって言ってないよ。そんなことないよ。ラジオの人たちは結構深夜ラジオとかで割とそういう話あると思うし、ね、そっちの下ネタあんま言ってないよ、うんこの方の。あ、じゃあ自分の方がうんこより出てるっていう。いや、俺の方がうんこよりはテレビもラジオも出てるよ。そう、どうなんだろうな。でも似てる、うん、共通点今いい。じゃあうんこが出るの、そのテレビに出るとかラジオに出るの定義として何なわけ。そのいるわけ、うんこが、そのムリンって、そのテレビにうんこがそう映ってるってこと？そう、ってことはあんまないじゃん。ないよ。ミニシタもあんまそこまで映らないじゃん。いや、うんこよりは映ってるってなんだそのうんこが映ってる番組、教えろよ、お前。動物奇想天外とかでうんこ映ってたと思います。いや、動物奇想天外はそうだけどさ。映ってたと思います。うんこよりは出てるよ。今まで過去の歴史。調べろ、お前、ここ1年ぐらいのうんこの出演本数と。わかりました。俺の出演本数、お前。はい、タレントメーカーで調べます。うんこ乗ってねえよ、タレントメーカーに。お前。なめんなよ、タレントメーカー、お前。なんだ、うんこのページ、お前。うんこの洗剤とうんこっていう。なんだよ、その、うんこを代表する洗剤写真のうんこ、誰のうんこだよ。うんこっていうやつないですか？ねえよ、お前。綺麗な白バッグの。ちょっと斜めぐらいの。だねえよ、お前。白バッグに誰かがクソしただけじゃないか、そんなの。だねえ。いや、呼び方がいっぱいあるってのもそうかもしれないですね。じゃあ、俺、西田しかないだろ。西田幸喜、中黒幸喜。ああ、なるほどね。うん、西ちゃんとか。ああ。うん、それどれ。そんなの誰でもそうじゃん。うんこ、うんち、クソとかやっぱ。ババアもあるし、ね。大便とかね。ババアもあるしね。西高とかもあるし。これ呼び名がこう、相性がいっぱいある。そうだって。相性がいっぱいある。うん。いや、人によってはないからね。いや、人、あるだろ、みんな大体。
まあ、コントロールしづらいとかもあるもんね。なんだよそれ、うん、自我があるんかと思うじゃん、うんこも勝手にお腹痛くなって勝手に出ようとしてくる感じとかがある、まあ、あるけどね。なんか、なんで そこ行くのかなみたいなね。うんこほどはそのコントロールできないわけじゃないよ、ね、なんで出てきてくれないのよとか、もっと頑張ってるにしだっていう、うん、なるほど、私それはあるか平場そんなリンクするみたいな、うんこと西田もうちょっと頑張ろうよ。平場の、うん、平場の俺とうんこは近いから、近い、うん、平場に弱いって感じするじゃん。うんこは平場に弱くねえよ。うんこはネタの方が強いよねなんてやついない。なんでうんこがネタの方が強い。うんこやっぱネタの方が強いよな。いいえ、そのうんこにネタなんてないよ。大喜利弱いじゃん。一本もないよ、うんこにネタは。一本？すごいね。一本グソも一本回すわけじゃないよ。こういうのが想像つきましたよ。いいんだよ。こういう、いい、そのやるな手で形を、お前長え長えなと、すっごい長えじゃんお前、すっごい長い長い、いいよもう出さなくて、もうないよ。そうね、あとなんかあるかな、うんこの特徴もね、ライプがまとめてきてくれてるんですけど、そんな仕事すんなよ。つまんねえ仕事。お前そんなことしたいために作家になったのか。うんこの特徴を30個並べる、みんなから嫌な目で見られるとかもありますね。うんこ急に道になったら嫌な目で見られるもん、ね、うん、あと自立しないっていうのも書いてくれてます。うんこはそれ自立しないだろ。立ってはくれないもんね、自分一人で、うん、それはそうだろ。ああ、じゃあ自立してない部分もうんこと一緒か、うん、うんこに自立なんて考えたことないだろ。たまに街で横たわっている。俺たまに街で横たわってねえよ。なんだよ。いや、ソファーでね。ソファーでよ。違う、あれ。違う、ソファーの上にうんこ見たことあるかじゃあ、お前。路上でだったらわかるよ。すぐ寝転ぶ、うん。そう、すぐ寝転ぶ。そうそうそう。確かに、すぐ寝転ぶじゃん。すぐ横になっちゃう。うんこを寝転ぶって思ったことないだろ。寝、ね、転ぶな、すぐって思うよ、私、ま、前がさ。違う、うんこに寝転ぶなんてない。すぐ横になるじゃんって。うんこが横になるって何だよ。中身がスカスカな時がある。食物繊維で。なんだよ、それ。確かにね。あげるな、これ以上。食べたものが如実に出るっていうのもあるかもね。なんだよ、それ。どういう意味だよ。なんか、あ、すごい肌荒れてる。めちゃくちゃ油系食べたでしょ、みたいな。あるじゃん。あ、なるほどね。会話でたまに。はいはい、どうした今日とか。うんこも、うわ、すっごい赤いじゃん、今日。人間みんなそうなの、大体が。いっぱいじゃん。これ、やっぱ、食べたものは。食べたものは人間出るだろ、そりゃ。うん。あと、なんだろうな。あんま舐めたくはないとかもあるかも。あんまって何？あんま舐めたくないっていう感じか。うんこにあんま舐めたくないなんて思ったことある？ペロッとはできないみたいな。どちらかというと。どちらかというとね。舐めたくはないか。舐めたくないか。うんこと俺の舐めたくなさ度合い全然違う。種類が違うよお前。でもこう言葉にしたらね。割と一緒というか、うん、ちょ種類が違いすぎると舐めるもん。あんまり舐めたくないかな。舐めたくはないな、確かに。舐めたくないだろうけどさ、うんこを舐めたくないと思ったこともないですよ。そういうもんじゃないから。でも近いな、やっぱ近くねえよ。近いな、どこが近いんだよ、これで。うわぁ、まあ、たまに写真撮りたくなるときあるよ。なんでたまにって、綺麗な一本グソの時とか、わかるけど、うわ、これ写真撮りてみたいな、はいはい、あるよ、ね、あるじゃん、その感じも似てるよね、こう それぐらいのペースでしか写真撮りたくなんねえのかって。年一だろ、うんこなんてよ。5年に1回ぐらいかもしれない、むしろ。いや、なんかうわ、これ写真撮りたいクソだなって時もあるしね、うん、でもこう出てきたら安心するとかもあるもんね、うん、なんだよそれ、うん、結局ね、俺が出てきたら安心ってなんだよ。見れたら見れたで安心するとか一緒かもしれませんね、うん、なんで声ちっちゃくなったの、うん、急に急に声ちっちゃいな。なくてはならないものかもしれませんね、うん、バランス取れねえよお前。
俺とうんこ比較して出てる答えだから全部相方やるしな。うん、出てこないと不安になりますよ、大丈夫かなってなんかあったのかなってハートウォーミングのパートみたいになってるから、まあ、前提がクソだからよ俺とうんこの共通点を探すっていう前提がクソだからお前、何のハートウォーミングさもないよ。ここに気にかけてしまうかもしれないですよ、だからその俺単体に言ってたらいいけど、そのうんこと絡めちゃってるからさ汚い汚いな、あえちゃってるからうんこ汚いです。なんかうんこ絡めちゃってる、うんこと絡めちゃってるとかやめてください。そう、うんこ絡めちゃった分だけ。食事中の方いたらどうするんですか。知らねえよお前、そんなやつはこのタイトル見て開くなよお前どうするんですか、食事中の方がいたら。うんこって入ってんだからよお前、 YouTube 動画タイトルによ。なんだろうな、てめえで自衛しろよそんなやつ。長い付き合いとかもありますね。いや、うんこの付き合いと考えたら全然短いよ俺うんこの付き合いの長さすごいぞお前生まれた瞬間から死ぬギリギリまでずっと付き合ってくんだから。長い付き合いになったっていうのもありますよね。うんこなんてお前1日3、4回会う可能性あるだろうお前。少し暖かいとかですね。いやーじゃねえよあるなーっていうその反応意味わかんない。暖かい、それはそう、人体から出てきてるものだから暖かいだろう、うんこはとかもありますよね。暖かいとかで考えたことね、お前触らないんだから。触ったことあんのかお前、むしろ本当にあったかかったかお前、触ったんかじゃあ一回は気持ち悪いよお前、すぐ入水すんだからあいつら。そうだな、うんこか。いいよもう終われ早く、もうないよ。まあでも本当に、大事かもしれないなんだよこのざっくり弱いあったかいやつざっくり弱いハートウォーミングなんだよ。大切なものかもしれませんよ取り戻せねえよお前、序盤の具体的なやつからここに来たって取り戻せるかお前クリーンな印象はないです。いやまあそれはうんこにクリーンな印象ないけど、だって嫌な噂が立ちがちって、なんでうんこの嫌な噂って、俺の嫌な噂はわかるよ。広められがちっていう、うんこの嫌な噂ってなんだよ。すぐにうんこ、なんかうんこ臭くないとか。ああ、なるほどね。あそこにうんこあったよとか。広められやすい噂を。なんだよ。でもやっぱり大事っていうのがありますよ。大事で取り戻せないって。うんこの大事さと俺の大事さ全然違うの。かな。すごい ね、 ね、誰にでもその人の中にいるものとかっていう、なんだよそれ。俺全員の中にいないだろ別に。いやなんかよくコメントで俺の中の西田がとかね、言ったやついるけど、言う人いるんですよ、全員の中にはいないよ。うんこもそうじゃないですか、ね、みんなそれぞれのうんこが中にいるというか、だから西田もそうだな。それぞれのうんこが中にいるってもよくわかんない。みんなそれぞれのうんこが中にいるわけで、みんなそれぞれ西田が、それは溜めてはいるだろうけどな。西田を飼ってる人がいるからね、いい、もう終われ早く、注目していきたいっていうのもありますよねなんでうんこに注目していきたいんだよ。腸活とかもあるんで。俺とうんこの注目度一緒かよお前そんなわけねえだろ、うんこ大事ですからね、意外と健康に、いやそれは健康には大事だろうけどよ、今何個ぐらい出ました。47。あ、いらねえよ。48まで行きたいね。でもねなんで48にしたいんだろうね何にかけて48にしたいんだろうね失礼じゃない、どこかのグループに。むしろ俺便秘やからな俺。確かに遅れて出てくる、遅れて出てくる、ああ遅刻の感じなんか遅れて出てくるって。うんこに、人によってはね、うんこに遅刻とかないだろ。遅刻する時もあるみたいな入り時間決まってねえだろうんこはよいやでも朝ね、出社してほしいなってタイミングで出なくてとか今かいっていう時に出てきちゃうみたいな、ね、うんこは好きなタイミングで出りゃいいんだからよ、入り時間ないんだからうんこには。あるお前
バリにうんこの入り時間書いてある。10時45分うんこ入りとか書いてないだろう。かな。終われも早く。なんだろうな。一緒？一緒じゃねえよ。なんだっけ。ここまで出るってことは。そんなわけねえだろう。一緒これ。違いの方が多いよ。ちょっと見てもいい？今の出たやつ、うん、バーって。ありがとう。うわすごい出てるな。臭い。たまに赤い。調子いい時と悪い時がある。コロコロしてる。日によって匂いが変わる。出す側は痛い思いをしている。出ていくとスッキリする。排便と俺の出産を同じことだと思ってるってこと？水に流せない時がある。しつこい。しつこい。偉い人はあんまりその話をしない。褒められることが少ない。たまに熱烈に好きな人がいる。食事中に見たくない。ケツ拭いてもらいがち。ひどい言葉だよ。あれそうかなと思ったら違う。タイミング間違えがち。汚い。汚くねえよ。歯切れが悪い。できらない。うんこほど汚くねえって。緩い時がある。緩い時がある。硬くなっちゃう時もある。有名。テレビにはそこまで出ている。うんこの知名度から比べたら全然ネットではたまに見る。ラジオでは聞く。呼び方がたくさんある。そんなに聞かないラジオ。コントロールしづらい。平場に弱い。そりゃそうだろ、自立しない。たまに街で横たわっている。横たわってねえだろ、俺は。中身がスカスカな時がある。食べたものが如実に出る。それは人間味そうだけど、ね。舐めたくはない。たまに写真。どういう比べ方なんだよ、俺とうんこの。舐めたくないって。たまに写真は撮りたくなる。出てきたら安心する。いいなくてはならない。あれ早く。出てこないと不安になる。気にかけてしまう。あったかいゾーンいらねえんだよ。長い付き合い、少し温かい。好感度を取り戻すゾーンいらねえよ。クリーンな印象はない。嫌な噂が立つ。みんなの中にいる。終わった。注目していきたい。少し温かい。少し温かい気象な。大事大切なもの。遅刻してくる。いいえ、うんこの途端に。こんなとこですかね。もうってことは一緒ですよね。そんなわけねえだろお前。西田とうんこっていうの。うんここんなに喋ってんの見たことあんのかお前。確かに寡黙かもね、うんこは。寡黙とかじゃないよお前。でもぐーとか言うけどね。じゃ喋れる人に対して寡黙っていうんだって、その、うんこはもともと喋らないから、うん、そんな喋んないじゃないですか、西田さんも別にね。うんこより喋ってるだろお前と。一緒ということは分かりました、うん、結構ね他にもいっぱいあるかも分かんないですけどね、思いついた方はぜひコメント欄で教えてください。書くなよお前。西田とうんこの共通点調べてみたら、ほぼ同じだった。ちげえに決まってんだろお前。そんな結論なんかよ。大事なもの。急なハートウォーミングいらねえ。ここバランス取って全部悪口でいいだろ。